と茨城北部を含む全ての避難者への補償賠償を誠実に行うこと。1、東電は福島及び東北全域北関東に至るまで放射性物質に汚染され、あるいは風評被害で根崩れした農産物、海産物を福島事故前の価格で全て買い取ること。1、福島事故で200以上の各種が漏れ拡散した状況で、いわゆる低線量被曝、これは100ミリシーベルト以下の放射線量の被曝のことですね、いわゆる低線量被曝だから将来も影響はないと断言することは誰にもできるはずはありません。東電は最低限不安に思う者の避難の権利を認め、積極的に避難費用を保障すること。1、福島第一原発の4号機の危険は今や世界中で認識され報道されています。東電は一方的な安全宣言に終始するのではなく、地震などによる倒壊リスクを余すことなく公表すること。そして4号機の倒壊の危険が完全に去るまで、福島の人々を優先的に、東日本全域で生活する人々の避難の権利を認め、必要な保障を行うこと。そのための協議を政府と直ちに行うこと。その他、福島第一原発の5、6号機および福島第二原発の全原子炉を311災害でによって使用不能と認め、閉鎖のための手続きに入ること。1、柏崎刈羽原発の再稼働を絶対に行わないこと。福島事故を引き起こした加害当事者たる東電に原発を扱う資格はもはやなく、東電は所有のすべての原発を閉鎖し、あらゆる原子力事業から撤退すること。1、福島事故の責任と負担を電気利用者に一方的に押し付ける電気料金の値上げをしないこと。東電歴代経営陣の全財産を福島事故被害者の賠償のために返上すること。以上、私たちは求めます。このような文書を、届けていきたいと思います。この文書はもうすでに、東電マークションのホームページにアップしていますので、後でまた改めて見ていただければ、幸いです。で、この後、東電の警備部というんですか、その村上さんにアポ取って、渡す段取りはついていますので、これから、東京電力に渡しに行きます。どうもご清聴ありがとうございました。東電は福島の人たちに発
ありがとうございました。いや、もしラジオをしっかり渡してきましたので、ありがとうございます。まあ、続きまして、大飯原発の現地で1ヶ月現地放送をしてきた方から現地報告、大飯原発の現地報告をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。監視テントの方で活動していた臼田です。大飯原発の、再稼働が7月の1日にあって、監視テントの活動というのは4月の9日から、5月の6日、で5月の22日から、7月の18日まで行われたんですけど、今いろんな各地で原発の運動とか、いろんな県庁での抗議行動だったり、この東電マイアクションも、まあ、いろんな活動をみんなしているんですけど、大井も経産省テントと同じように拠点を作るという活動の中で多くの仲間とつながることができました。そういった活動の中で、大井では、福井の仲間たちともつながれたし、関西圏の仲間も多く来てくれて、東京からも、関東圏からも多く来てくれました。で、特に僕が印象に残ったのは、九州から多くの方が大井原発の阻止行動、ゲートの封鎖に、コアのメンバーとして関わりました。なんで九州の仲間が、福井に、大井原発の阻止にたくさん来てくれたかというと、北九州の瓦礫の処理、ここで、実力行動を戦ったんですね。その中で2名逮捕者が出るんですけど、そういった権力の暴力、皆さんも東電マイアクションで、公安とか警察とか機動隊がね、ろくでもないっていうのはよく分かってると思うんですけど、仲間が2人弾圧されて、権力の暴力性、権力が何をやってるのか、奴らが何をやってるのかっていうのをしっかりやっぱりそこでつながったんですね。で、それでそこで、北九州の瓦礫を実力で戦った仲間たちが、大井にはたくさん来てくれました。で、大井の行動っていうのは映像で見てる方も多いと思うんですけど、もう本当九州の仲間が来てくれなかったら、行動の半分も成立しなかったんじゃないかっていうぐらいの、結集がありました。で、やっぱりこういった拠点を作る活動、その一番のメリットっていうのは、仲間がつながる場所を作れるっていうことだと思います。で、僕らもこれからいろんな行動、まだまだ、大井も再稼働して、他の原発の稼働も、作動も止まっていない状況ですから、より行動を作って、集まれるところを作って、こういった集会もそうですし、つながっていかなければいけないと思います。で、そういう中で、監視テントが特に打ち出していたのはですね、主催者が参加者を統制しないっていうのを当初から言っていたんですね。まあ、別に首相官邸前に批判してるわけじゃないんですけど、活動家はやっぱり311前からやってる活動家っていうのはいろんな権力との関係分かってますから、いろいろやっぱり仲間を守るためにいろんなことを考えてついつい規制してしまうっていう部分はあると思うんですけど、やっぱり原発を止めるっていうその権力の暴力と権力と真っ向からぶつかるという時に、なんていうのかな、あんまり活動家に期待しないって言ったらあれなんですけど、みんながその活動家を乗り越えていくような行動が必要だと思います。まあ、活動家が乗り越えられる、人々に乗り越えられていく。で、そして活動家もさらにそれに刺激を受けて、さらにそれを乗り越えていくような相乗効果が生まれて、大きな力が生まれると思いますので、ぜひ乗り越えていってほしいというか、大井の行動も乗り越えていってほしいし、僕自身も大井の行動にとらわれることなく、さらに乗り越えていこうと思っています。これから他の大井だけじゃなく、他の原発でも現地闘争というのは必ず組まれます。僕らも監視テントも必ずその現場に行って戦うことになります。ぜひ皆さんも一緒に現場に来て、現場で行動を作っていきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは、いわき市からの斉藤さん、お願いします。あ、すみません、言って、今日のアクションなんですけれども、地震の課題である市政庁の人事案の問題ですね。それで環境省でヒューマン声援をやっていますので、8時45分になりますが、ここの行動を終わりにして環境省の方にみんなで移動したいと思います。それでヒューマンチェーンに合流したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは斉藤さん、お願いします。あ、どうも。ですね、この前ですね、いわき市、原発三つ橋のですね、避難、指示解除協議会っていうのが、大変がありまして、楢葉町に入ったんですね。原発の事故以降、だいたい1年半分です。私ずっと昔から福島原発で東京電力と交渉をやってきて、昔楢葉町に天神岬ってあるんですよね。でスポーツ公園なんかがあって、非常にこのいいところなんですよね。やっぱり今そこは今全部この先ですか、草が枯れ草がボーボールの生い茂って、まあで桜が綺麗になったんですけども、今は場所も大変悲しかったです。で町ももう地震の時の記憶はそのままですよね。直す人もいないですから、直せないですから。やっぱり東京電力って被害会社ですよね。私は会社原発を脱原発運動をやり始めたのは80年からなんですけども、80年から現在まで私が動いてる時だけでも3つくらい事故ありましたよね。一番初めに80何年か忘れましたけども、起きたのは福島第二原発の3号機の最循環ポンプの羽根車、大きな数メートルくらいある羽根車ですよね。これが破損しました。東京電力はなかなか止めませんでした。で、最初は土台に入った、配管に入った最循環ポンプの羽根車の金属片、全部回収するって言いました。それができるだけ、回収するに変わって、やがては安全性が確認されたら運転再開するということで、全部回収しないままに運転再開しました。で、その次に起きたのはあれでした。制御棒の破損事故でした。羽根車。その時に東京電力は最初は制御棒の不具合と言いました。その次にはひびが入ったと言いました。でも情報が明らかにだんだん詳しいして、壊れたのと羽根車の羽根の部分が壊れたのと破損との欠損は違いますよね。欠損というのは一部分がないことですよね。制御棒が入らないから無理して押した。その結果羽根車は一部分が壊れてなくなった。で、その部分がやっぱり炉の中に入り込んだ。それが最初はひびにって言ってごまかして、それでこの時はやはり金属片全部回収するって言いましたけども、やがて運転に支障がないか確認して再開すると言って、全部再開しないまま運転再開してしまいました。再開しないまま。で、その次に起きたのはプルサーマルを導入する時に起きた炉の炉はやはりこの原発の装置が動けていけないようになってます。ところが運転するときに漏洩率の検査ってあるんですよね。アドリブかけてどのくらい密閉度を検査するんですね。ところが東京電力はそれもごまかした。それで釜の中に重要な部分があるんですよね。その部分、ちょっと忘れましたけども、それを何回もひび割りしました。それもごまかしました。そういうつもりが全部発達して、やがて東京電力は保安員から隠せなくなって、運転停止になりました。
そして社外の社外から弁護士入れて政府運動をやりました。ところがこの次、もう悪いことしませんで、心を入れ替えますなんて言ってやったんですけども、運転再開したその1年後くらいに、この次は排水音の温度データをごまかす事件が発生しました。本当に東京電力はひどい会社です。こんな会社に先ほども言いましたけども、原発を運転する資格なんてありません。あの駅の果てにこの福島原発の原発震災が起きる前、新潟で柏崎で地震が起きて、全電源を開始する、喪失する事故が起きました。皆さん覚えてるでしょ。あの変電設備が真っ黒な煙を上げて燃えてきた。それでも東京電力は依然としてはインパイ体質を温存して、今回の福島原発の事故を引き起こしました。この福島原発の事故の原因分かりません。誰も現場検証してはしておりません。真実は分かんないんです。その異例しましょう。異例を示すと、柏崎刈羽原発の事故が起きたときに、東京電力が人が入れなくする前に柏崎刈羽原発の反対運動をやっている地元の人が写真を写してきました。私その写真見ました。ところがその後に国会とか国の調査団が真相の調査が入る前に、東京電力は証拠を隠蔽しました。今福島原発の東京電力は原発の震災の福島原発の事故の原因は津波だと言ってます。想定外の津波と言ってます。しかし東京電力は実は津波の高さを試算していたんですね。予想していた。配管だってボロボロです。私はやはりこういう東京電力の隠蔽体質絶対に見つくことはできません。やはり皆さん力を貸してください。ぜひとも東京都の人の力が必要です。原発労働者を救わなければなりません。その原発自己革新じゃなくて占領革新の張本人は東京電力です。占領が上がれば国になる。しょうがないから原発産業には占領革新せざるを得ないんです。やはり東京電力に全ての責任を取らさなきゃいけません。東京電力の役員は全員犯罪者です。こういう犯罪者を絶対に許してはいけないと思います。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。では続きまして、双葉町 の映像をちょっと、双葉町から被害している被災高校、埼玉県加須市の被災高校も冷えたお弁当とか食べている現状なんかを見ていただきたい。皆さんお疲れ様です。8時からいらっしゃった方もいらっしゃると思いますが、8時に至る前の時間で、今日は本当福島の怒りというテーマでいろんな映像をちょっと紹介いたしました。その中の一本です。これがご存知だと思います。埼玉県の北井高校に今なお200人以上の方が、双葉町から強制避難で住んでらっしゃいます。自炊の設備がありません。水道の設備がありません。1日3食弁当です。そして今日のニュースでこのお弁当を有料にするのか無料支給のままでいくのかということで、町役場とこの避難されている方の間で、対立があるって今日ニュースで紹介されましたが、それももともとはと言いますと、炊事すらできない施設にもう1年半住んでらっしゃるってことです。こういう現実がそういうことを生んでいるわけです。ご紹介いたします。それで東京電力
局に働いてる方は、用を使ったら、ぜひ仕事の手を緩めて、ぜひこの映像を見に来てください。あなた方が起こした福島第一原発事故で、1年半以上、こういう生活を強いられた方が、200人以上おられるんです。双葉町の広川町長も含め、ここに住んでいらっしゃいます。まだ200人以上が残られています。不自由な中で支え合って暮らしています。職員室に置かれているのは町役場。この高校全体が一つの町のようになっています。で、こうやって教室にが住んでらっしゃるわけです。そしてこの方々がどこに移り住むのか未だに目処は立っていません。で、本当はもう何分でもご紹介したいんですけども、今日は時間の都合でもうここで割愛させていただきますけども、いや本当なんか映像切るのがちょっとできないな、なんか。渡辺雅さん。見ようとか。やっぱりよくなるよね。そうだよね。強気。じゃあちょっと音は切りますが、ちょっと映像続けて、これで、こういう映像、本当に今僕が DVD 貯めてるだけでも、本当何時間分でもあります。もう何日一晩徹夜しても余るくらいに本当あります。それくらい大変な暮らしを強いられている方が本当にいっぱいいらっしゃいます。もう本当にこれをですね、私たち今ここでやってますけど、本当は東電の建物の中でやりたいです。で、これからもやります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、ここでちょっと今日お集まりいただいた皆様にですね、1点だけ、お願いがございまして、私たちですね、東電前アクション、こうして月に1度程度、まあ、月1、月2程度ですね、こうして東京電力本店の前で、抗議活動を行って、きちんと会社の責任を果たす、ということですね、アピールしています。それを行うためにですね、どうしてもちょっと今電車が通ってしまっているんで、あれなんですけど、ちょっとずっと待ってください。どうしてもちょっと必要になってくるものがございまして、それがまあ皆様からの温かい寒波でございます。そういったもので、私たちの活動も成り立っております。まあ、会議の今日書きたいとかですね、こうしたプラカード、皆さんが今手に持っているプラカードを、作るための費用であったり、まあ、こういった上映のための費用であったり、いろんなものにですね、どうしても経費というものがかかってしまいます。それを、本当に皆様ですね、無理のない範囲で構いませんので、今からですね、この茶色い封筒を持った、スタッフが回りますので、本当にお気持ち程度で構いませんので、こちらに寒波の方をいただければと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。メインイベントでありますので、福島の観賞鳥をやりたいと思います。皆さん、お晩です。こんばんは。は会津福島の方ではお晩ですと言います。ちょっと一言挨拶を一緒にしていただけますか。
お晩でーす。お晩でーす。ありがとうございます。私の、故郷会津、北方なんですけれども、会津磐梯山という踊りを踊っています。これは盆踊りとして、盆踊りというのはそもそも死んだ人の魂を鎮める踊りとして踊られてきたというものなんですけども、これ本当は、江戸からずっと続いてきた古い形の踊りがあります。それが鑑賞踊りです。179番まである民衆にずっと伝わってきた踊りなんですけれども、まあ、とってもエネルギッシュで力強い、こう民衆が一つになることを嫌った、まあ、お上に弾圧されてこの踊りはなくなったんですけれども、それを武藤瑠衣子さんが、復旧しまして、教えていただいたんですけども、ここ東京電力の前で、民衆 の、 エネルギッシュな、声を潰そうとしている政府や東京電力に対して怒りと負けないぞという気持ちを込めて一緒にここで踊ることに意味があると思い、今回はこのアクションをしたいというふうに声を上げさせていただきました。今日ここで皆さんと踊ることの、意味を感じながら一緒に踊っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では簡単に説明したいと思います。掛け声から、結構掛け声大事なので、大きい声で一緒に言っていただいていいでしょうか。私の後に続いてください。あーよいしょーよいしょー、せーの、あーよいしょーよいしょー、頭電を揺さぶるように一緒に、せーの、あーよいしょーよいしょー、あーよいしょーよいしょー、今度は一緒に、せーの、あーよいしょーよいしょー。これ大事ですね。では女の人が手を開いて、男の人は手をグーにして踊ります。昔の踊りは右手と右足、左手と左足は一緒に動くことが多いです。一緒に動きます。形としましては、大地を蹴るように右、まずは左ですね。ドンと、足をドンとこうついてください。左、右、左、ここまでですね。その次に、下がって、下がって、左から下がります。もう一回いきますよ。左、右、左、左から下がって、下がって、右、左、と。そうですね。これが全部です。せーの。左、右、左、下がって、下がって、右、左、と。トンの時に、右、左、手を合わせます。カチッというふうにやらないで、亡くなった人の魂を、成仏させるようにこう手を合わせるという動きですね。じゃあもう一度いきます。せーの、左、右、左、下がって下がって、右、左、ダメだ、左、右、左、下がって下がって、右、左、ダメだ。これが全部です。皆さん、上手ですね。では、ちょっとここで右に向いていただいて、丸くなっていただいてもいいですか。ここ、私に続いて丸くなっていただいて、円を作って一緒に踊りましょう。時間の関係から1回しか踊れないんですけれども、ぜひ皆さん、1列だとちょっと難しいかもしれない。2列でも3列でも大丈夫。一緒によろしくお願いします。音の方はどうでしょうか。大丈夫ですか。ではよろしくお願いします。はい、皆さんいいですか。大事に入ってくださいね。はい、いいよ。はい、左、右、左、下がって下がって、
ご了承いただいて、
まあ、本当にあの関係省前ではまたいろんなグループ、団体、さまざまな人々が集まって、手を取り合って、ヒューマンチェーンをであの環境省を包囲しようとしています。私たちも共にそこに加わりたいと思います。ぜひ、一緒にご参加ください。それではあの最後に、この5年に向けて、また何度でも来ることを一緒に声を上げていこうではありませんか。声出すぞ、もう原発はいらない、もう原発はいらない、収束作業員を犠牲にするな、収束作業員の健康を守れ、収束作業員の健康を守れ、人々を避難させろ、自主避難者に保障しろ、声出します。